今日何したい、みんななんかしたいことある？ワンチャーの、おお盛り上がってきたね。野球今日も、はい、そのどうしたい声を出すの？応援してるんだよ、応援。それはお前のお父さんの本業って猿なの？なんかお父さんに言ったことないの？ちょっとそれやめてくんないみたいな。あるよ。あるんだ。いや別になんかそのちょマジうせっかちょっと見てみたいな。あやだだ。そしたら。え？じゃ高木のせいで全く聞こえなかったんだけど。なんか言うのめんどくさいんですよ普通に。もう生活の一部なんだあの声がね。怒るのとめんどくさいじゃないですか普通に。えでもさ逆にお父さんあんな声出してるから自分も声出しやすいよな。あまあそれは声出してるから言いづらいっていうのもありますけど。あーそっちもあるんだ。俺こんなでかい声出してるけど普通に怒るけどな。うっせよ、うっせえ、うっせえ、うっせえわ。お兄ちゃんに怒られるの？高木のお兄ちゃんの声聞いてみて呼んでこい。え俺もいないです。いないの？やってます。え何の部活？何部？いいではない。最近こいつなんかムカつくな。こういうノリが面白いんでしょうね。いいわ、ないでもう保育園じゃお前言ってること。お前まだあの抜け出せてないのか。何ですか？え何ですか？何ですか？こっちのセリフだよ。はいバリア。はいバリア。今日も始まったよ。子供か。子供なのか。最近親に文句を言うと、もう中2なんだから、もう中3、もう高1なんだからっていう風に言われてるんですよね。都合のいい時だけは、子供なんだからを使ってくるっていう。あわかるよ。出たな、大人の汚いところ。ヌメモンはさ、女の子じゃん。はい、女の子はないの？そういうバリアーみたいな。ありますよ、なんとか君みたいな。やってましたね、結構。公園とかで。公園とかで？な何を？鬼ごっこ。鬼ごっこ？怖い怖い。今玉尾さんがまずなかったのって言って、公園とかでえ何をって意味わかんない。待って待って、かなり恐怖を感じた今。こっちで玉尾さん。結構まだ DS の時代だったんですよ。でもなんか全員が全員 DS を持ってるわけじゃなかったので、ね、外の遊びはまだ私の頃はありましたね。最近の子供は外で遊んでるけど外でスイッチいじってるから。えそう外でスイッチしてんの。で小学校低学年の子がうっせえうっせえって歌ってるんですよ。いやかなり全員どうして家の中で遊ぶかっていう、これアメリカの大研究があるんですけど、家にあの上がるとそのやっぱ子供とかだってお菓子食べたりするとかに、その部屋の中汚したりするじゃないですか。物とかの遊びでからあの部屋を汚したり、まあ、それとかあと大きい声を出したりするんで近所に迷惑かかったり家の中捨てなかったりするんですよ。だから親があの家の中で遊ぶのはダメっていうふうにルールを決めてるんで、外でそのスイッチやってるっていうふうな研究が出てる。これ平和的研究。なんか TS が白雪とか大悟の物話とか一番嫌いなんだよな。これなんか名前つけましょう。T.S. くんの論理的に考えようのコーナーってどうですか。あ、T.S. くんのね。あ、T.S. くんのね。てか高木はえ高校生活どんな感じなの？確かに。お前高校でもそんな感じじゃねえだろうな。何ですか。高校だとこいつオリコンさんなのかな？俺も死ぬって決めてんで。いやお前。それいろいろ問題になるぞお前。死ぬ。明日死ぬ。どんだけつまんねえんだよ。だって昼休みにデュエルマスターズするやつがいるんですよ。え、もう？はい。早っ。いや高校ってめちゃくちゃ自由で、授業以外だったらいつでも携帯いじっていいんですよ、ね、で、まあ携帯いじれるぐらい自由なんですよ。てかどこもそうらしいんですけど、だからその自由を利用してデュエルマスターズするやつがいるんですよ。もう1年だよね。はい。俺3年の時にデュエルマスターズ行ってたけど。1年の時ではめちゃくちゃチキってたけど、馴染んできたかなぐらいでデュエルマスターズ始めたってこと。違う普通になんかその時たまたまなんだよそれ、なんかクソだぜやつじゃねえかよ。もうそのなんかデーモンハンド発動させてる時ニヤニヤしてそう。でデーモンハンド。いやでもやっぱねカードゲームはね楽しいじゃん。じゃあ俺と一緒にデュエルマスターズやりますよ。ちょっとやめとか、お前なんかお前カードに鼻くそついててそうだから。絶対そういうタイプじゃんこいつ。絶対スリーブつけないタイプでしょ。
そう、だからもうこいつ、それ遊びするとき絶対ズルするもん、1枚多く1枚を毎回取ったりとか。絶対ある。あとなんかポテチ食いながら普通にカード触ってそうだし。基本的にどんなこと言われても全部あーっていうの面白すぎるな。全部納得しちゃう。おい、ヌメモン、おめえは気持ちがこもってねえよ、気持ちが。お前だってよ、タモさんがさ、面白いこと言っても、やばい。いや、まあそれはあるかな、ちょっと。はめてんの。面白い時は笑うよ。あ、じゃあ、面白くない時は。え、じゃあ、タモさん、面白くない時はさ、面白くなくてもさ、無視すればいいじゃん。いやいや、その笑い方でもいいよ。なんか反応してし。タモさん、タモさん、無視でいっぱいゲットする方あるんですよ。おう、ほうほうほう。何？で、これで、あの、ここ狙うんですよ、ここ。ここ。え？ここやるって。え、ガチじゃん。ちょっと待って、ちょっとあのえちょっと待って、えでも確かに今ダメージ受けたけど、えそれガチなの今の。え音楽のさ、句の記号だった今。でも普通に今歯車出てたけど、あこれ本当にいっぱい出るんですよ。あガチなんだ。冗談ないです冗談ないです。普通に今出てたからね。ここどこ、どこ、あここ、なんか鬼は食らってる。いや食らってないんですよ。食らってないんですよ。あれ危なっ。また今日エペスやりましょう。あ、いいね、いいね、やろうか。もう、あの、やっていかないと。ああ死んじゃいます。そこまで消化してる。もうじゃあこの後もうエンドゾーン一発かまして、もうエペックス行くかも。おお、マジですか、そんなに。まあコネとかもいないしな今。ちゃんとあいつ塾、うん塾だっけ今日、なんだっけ、塾で、お塾でちゃんと勉強してるのかなあいつ。ほんならよ、どうせ勉強もしないくせに。てか大して頭良くねえだろ。頭良くねえから塾行くんだろ。だから そもそもまず学校で必要最低限の、うん、例えば進学とか受験とかで必要最低限の授業を受けてるはずなのに、そういう授業を真面目に受けず、真面目に受けていたとしても、その学習能力がないために塾にまで行って、うん、学力を補わなきゃいけないんですよ。だからもっと何を言ってるんだ、塾に対する才能もなければ、あのそういう姿勢も足らないんで、いないんです。すごいすごい正論なんだけど、あのこの人不登校でした。僕は頭良すぎて学校行かないんだ。頭良すぎてね。でもたまにいるようなガチで、あの頭良すぎて、あの家で勉強するみたいなね。全然テスト勉強してねーって言って、うん、走ってくるやつ。それ普通にうぜえやつじゃん。お前絶対勉強してんだろっていう。なんだっけ、ホームスタディ。ホームスタディ。ペタボンのパパとひろゆきさんが喧嘩してたやつ。あれやべえよ。あれやばい。やばい。なんかひろゆきがあんなに食ってかかるの珍しいなと思って。うん、確かに。うん、だってあれ子供はかわいそうじゃないですか。ユタボンがかわいそうってひろゆきさんの優しい心が、ね、うん、あったから。ひろゆきさんって慈悲深いお方。俺ちょっと遊びに教祖様みたいに言うか。俺いいっすか、遊びに割り込みリプしていいっすか。 FF 外から失礼するぞ。あのやめてください、本当にマジで。あのキッズが真似するからやめて。高木がやりだすとマジで真似するやつ絶対いそう。じゃあやります。やめろや本当にそれを。お前高校でマジで、あの都会の高校ならなんか普通にこいつ薬やってそうみたいな勘違いありそう。勘違いされそう普通に。都会マジで薬あるらしいからな。本当に高校生から全然やってるらしいから。今が一番ヤバいらしい最近ね。初めて聞いた。いや、あのそうだ、ね、その若者の犯罪率年々下がってるらしいですよ。いや、なんでそれ俺が薬を使ってる前提で話してるの。その笑い方も薬やってるやつなんだよ。おでも、あのさ、ワンピース、ワンピース、うまっ、うまったもんね、真似で、本物やん。本物だった。今俺の真似したんすか、たまさん。え、もう一回やってください。うまっ、うまっ。え、何その急にハイクオリティなやつ。面白い。これで、これでハイクオリティ嫌なんだけど。いや、ハイクオリティなのよ、すごい。これすごい、これもう一回やってください。おすげえ。そんなすげえ、そんなすげえ言われたくねえよ。やめろよ本当に。マジで嫌なんだけどそれ。なんかあれですね、マトリョーシカみたいですね、俺とタモさん。マトリョーシカってさ、あれロシアのあのなんかおもちゃで中に入ってるやつ、うん、何個も何個も入ってるやつです。意味が分からない。 俺の下にタモさんがいるんですよ。でお前の下なんだよ。タモさんの方が下なんだ。下なんだね。やだよこれ。